皆さん、こんにちは。淡井圭介です。いつも同じ部屋で撮影していて、同じように照明使っていて、同じ位置で撮影してるから、こういう風な画面になるっていうことはおかしいんですよ。ちょっと逆光に見えて。で、まあ、その辺のところがサイバー攻撃での嫌がらせだと思うんですけども、対処しようがないので、このまま撮影続行して、お伝えします。日本代表、サッカー、ワールドカップ、予選、まあ、昨日から今日の深夜にかけての夜中の、試合、結局、まあ、有給休暇扱いで対応してたんですけども、結局夜寝たのは2時半ぐらい、まあ、電波でいろいろ言われてる中で、さすがにその2時手前ぐらいには試合終わってるとは思うんですけども、まあ、電波でごちゃごちゃ言われてる状態で寝て、で、もうすぐですね、明け方には起こされて、5時前ぐらいに。で、そこから睡眠薬を飲んで寝ると。一応寝るのは、もともと、多少なりとも寝れるのは寝れるんですけども、強烈に無理やり起こされたりしてるんで、それはもう睡眠薬が必要なのであって、それは日本の政治とか、科学業界に今までのそういうふうな設定をしてしまったこと、スポーツ界も含めて、医療業界含めてね。だから、そのあたりの癒着が原因でそうなってるのであって、だからその辺のところをしっかりと、設定し直さなければならない。電波での脳へのアクセスを全員やめたらいいんですよ。政府主導のもとで。で、電波で音を聞かせたりするのもなし。で、検察庁機能があるんだったら、裁判所で書類が出てくるようにしたらいいんですよ。どこの誰が絡んできてるとか。で、今、リーガルなんとかっていうソフトがあるから、法律面当てはめて、大難条とかの違反であるだとか。だからそういうのを、パソコンから、例えば、春山整骨院に働きに来たり、客として来た人間とか、この住宅の、近辺に、喧嘩売りに来た人間だとか、要するにストーカー行為違反、付きまとい行為。もうそれ警察と話し合って、もう25年以上前から、携帯電話で話しながら、淡井圭介に声をかけてくるっていうのも、それもなしになってるから。もうそれしたらダメよっていうことで、警察の方もそれで、まあ、さまざまな対応するからというようなことで、もう昔から本当はそう決まってるから、まあ、ここ数年前もそれ言いに来てくれた警察官、2名の警察官はいます。だちょっと状況として無理やりこの付き合わされてるこの状況をちょっともうちょっと全員真面目に考えた方がいい。で、日本代表である以上、自分たちも辞めてから同じ目に遭わされると思う。日本ではそのサッカーの試合用なのか何なのか、フェイクニュースで J アラートの北朝鮮のそのミサイルの発射のフェイクニュースが放送されていた。もうずっと前から、どうせ北朝鮮のあのミサイルっていうのは多分テポトンの話であって、私の心当たりがあるところで言うと、1999年が一番最初の頃なんじゃないかなぐらいしかわからないんですよ、本当に。一体いつからそのフェイクニュースだったのか、これはもうわからない。だから1999年の頃は僕は21歳、その年で22歳になるのかな、21歳かな。まあ大体それぐらいの頃で、大阪ヒルトンで勤務してたんですけども、まあ、先輩でね、女性で、髪の毛染めてる、まあ、ヤンキー型の、怖そうな人間がいたんですよ。僕たちね、人材派遣会社の人間で、その人のあだ名、テポドンって言ってたんですよ。僕が言い始めたんじゃないですよ。人材派遣会社として先に、数ヶ月先に入ってきた人で、年上の人はね、まあ、その人も髪の毛染めてるんだけど。ここで踏ん張らんかった。
テポドンが飛んでくるぞ。要するに怒鳴り込んでくるっていう。だから、まあそういうふうなところで、だから1999年、そのテポドンのニュースっていうのは、時期っていうのがしっかり思い出せるんですけど、何年のニュースだったかっていうところ。けど、それも、そのニュースまで以前だったとしたら、もう僕ももうってだけだから、だから、その前はフルーツラーパークで勤務してた頃で、で、まあ、1996年か7年の頃から働いていたのであって、フルーツラーパークで、で、定時制の、高校通いながら働いてたんですよ。だから、早い時は、朝7時とか6時半とかに出勤したりしてましたから、で、夜は学校だったでしょう。だからもうテレビなんかほとんど見てなかったんですよ。で、わからないか、一応新聞は神戸新聞を購入してたんですけども、わからないかな、最初がいつなのか。で、テレビでああいう放送をして、ね、昨日も松野官房長官が放送していて、もう僕は言ったんですよ。こんな方法無理ですよって。国会議員の人たちだって全員分からなくなるって、こんなこと何十年も続けていたらって、最初はいつだったのかっていうことがあって。だから、みんなテレビとか新聞を見て情報を収集するでしょ？そしたら、ね、分かる人なんか一人もいないっていうことになるでしょ？その、本当にミサイルが飛んでる。来るところ、もうサイバー攻撃どうこうの話までしっかりと考えると、もう望遠鏡とかでこうやって、絶対今飛んできてるっていう、それで、あと、メモ用紙にメモ。で、必ず保管。サイバー攻撃でデータ変わるときは変わるから、それも言ってる、塩村議員の件で。もうその人も、もう僕が二十歳ぐらいの頃から会ってるから、フルスワーパークで。相談持ち込まれたりしたのか。で、ここ近年もう数年前になんかもうその辺の坂で勝手になんかもうまっすぐ歩いて降りて行ってたけど、昔と同じ。何をこの辺をちょろついてるのかわからない、本当に。今度こそ本当のことを言いに来たのか、その、本当は、もう塩村議員も、これもう本当の話で、下村っていうワードで検索したら出てきたの。で、ウキペディアも、下村ふみかと書いて早かって、なってたんですけども、昔ね、文部科学大臣で男性で、下村博文っていう名前の読み方、こちらが多分正式名称だと思います。それを無理やりテレビの放送局の人間が、下村博文とか言い始めて、どう見ても博文やろっていう名前なんですけども、そこの親族の人間じゃないの、本当はっていう話で、で、証拠として、そのウィキペディアを写真でね、撮影したんですよ。そしたら、下村のところが、写真の映像まで、塩村に変わってた。それ、メモしてるから、紙に用紙して。紙の用紙にメモしてるから、僕。もう、絶対、これでサイバー攻撃で、もし変わったら、もう、これはサイバー攻撃、そこまでしてこられてるんだっていう、その証明のため。もう、それ、あるから、本当に。みんな、ウィキペディアとかの情報を見たときに、あれおかしいな、以前こうだったはずなのになって思ったら、それはサイバー攻撃受けています、完全に。で、それはもう AI が身勝手に稼働してるという可能性が非常に高いので、いちいち人間が、このパソコンで、日本中の人間の、そんなこと、サイバー攻撃、できるわけがないから。もうこれが実態、世の中の。で、もうサッカーの勝ち方も問題がありすぎる、本当に。何のためのグループリーグなのか、もう結局試合数も、もう同じグループで、また、これも昔からでしたっけ、ホームとアウェーで、一試合ずつの話。なんか昔は中立国で試合をするとか。それするんだったら最初、スタジアムの建設なんかいらなかったじゃないっていう話なんですよ。中立国なんか絶対お客さん来るわけないから。うまい、他国の人同士の試合なんか見に行くやつがいるわけないでしょって、ほとんどって言ってなかったら、今度コンピューターはその一人でもいたら、それね、見つけて攻撃してくるから、もしかしたら人間かもしれない。淡井圭介がこの言ってるワードで
一人でもいたらみたいなところで、もうそんなドギッツい汚い真似してきたら法律フル稼働でこっち側も法律面で対応するから本当に。まあ昨日の試合に関してだからもうだから本当に僕も抜け出したよこのスポーツのアホみたいな、そのスポーツ、もうはっきり言うとこスポーツバカ、本当に。ここまで人に迷惑かけて、一試合料まだ1円も払ってないから、どこの業界も。バドミントンも、バレーボールも、男性女子全部や。本当に。陸上から何から何までや。もう潔くなれ。本当にもう夜中に試合解説すんな。自分から辞退しろ。世界中どこの国もや。それで勝敗つけろ。最初からアホなことで試合お金稼ぎしようとしてしまっていましたって、もう白状せえ。昔もそれ一回言わしとうからスタジアムの建設費にもうこの一スタジアム一つだけで数百億円を固定したんで、本当は我々球団所有すると1億円以上払わなければ、ものによってはここの球場だと3億円総合運動公園の話分かってるかっていう話で、はい、バドミントンも全員ノックアウト、絶対お金払えるわけありませんね。球団所有にしたら資産1億円以上、はい、法人税 23.1%、 法人税だけ 23.1% 固定資産税自分たちだってね、そこからの通り分で所得税とか住民税とか納税しなきゃならないんですよ。で、世界中飛び回んの。宿泊費、交通費、メーカーにお金出してくれって、お前らふざけんなよって。人材派遣会社の人たちの、そのね、非正規の人たちの、ボーナスもっとちゃんと出てたやろって、お前らがそんなことで金稼ぎせんかったらって。これがこの社会の実態よ。で、エネルギーの残存率を考えたら、待って、また、タウンワークは余計なものなんか送り込んできて、これもコンピューター、コンピューター、どうせコンピューターの設定。はぁ、知らん。もうこの映像の学校も、五光が差してるとか。ご高画質してる映像も途中で どうやらそれが本当の話。いや、エネルギーの残存量問題ね。結局世界中を飛び回ってる連中が、スポーツ界で大量に結局世界中で増えてしまったと。バドミントンなんか団体戦とか言い始めて5人以上で出場し始めて、それに選手とか監督コーチまでついてきてる。バレーボールなアナリストとか言い始めてデータ入力ばっかりしてるやつらいらんから、そんなこと。そんな暇あるんだったら自分の頭なんか貸したれよ、本当に。それ選手の能力上げたったら簡単やろって、本当に。もう元野球部から言わせたら、一応僕ね、バッティングセンター150キロのボールぐらい、バッティングセンターのちゃんとストライクゾーンにボール投げてくれるバッティングセンターですよ。いっぱいあるから、ボールゾーンばっかり、ボール投げてくる、150キロのマシン、すぐに調整来るんです。威力ありすぎるから。本当に。膝より下のボール、下のところばっかりに投げてきたりとか。本当はそれ振りに行ったらあかんから。まあけど、そういうバッティングセンターでも一応1ゲームのうち、まあ、3本ぐらいはしっかりとヒットゾーンにヒットを死んで捉えて打ったりとかできますよ、本当に。で、160キロをしっかり見える感覚持ってるんですよ、僕ももともとね。で、それ分かるから、その内容頭なんか貸しだったら女子のジャンプサーブなんて110キロ出た早いよ。野球の世界だった。150キロのボール投げられた後、110キロ投げられた。バットなかなか止まらない、もう。遅い、遅すぎる。拾えないわけがないから。一応、男性のバレーボールは、本当にものすごい、ジャンピングサーブをする人は、130キロ。出る人は出ます。まあ、120後半出たらもうすごい方です。で、
それはちゃんと選手と選手の間狙いに行って、どっちが取りに行くのっていう状況を作って、崩しに行くしかないんです。130キロで我々から言わせたら、本当はスローボールなんです。野球選手から言うと、本当に高校野球の、もう高校生、もう選手でいい、高校、もう部活動の人も、もう選手でいいから、本当に。高校生で150キロ投げる人は投げるから、本当に。ね、野球部の経験者で、本当に150キロとか本当に打ったろうと思って練習してきて、ね、ちゃんと心理ある程度捉えるようになってきた人から言わせたら、130キロなんかスローボールでしょ。それ取れんの内野手の人たち。もうみんな言うたったらええって。打球速度なんか150キロぐらいで平気で飛んでくるよって。大谷翔平なんか今シーズン2回190キロぐらい計測してるから。なんかめちゃいいよ。野手陣があんなに後ろの方守ってるのは怖いから。あんな硬いボール190キロで飛んできて、もし補給イレギュラーとかでしくじって、顔とかに当たったらもう大変なことあるでしょ。顔面骨折とか十二分にあり得る。怖いからみんな。190キロ。この間の牧、選手、侍ジャパンの決勝戦で、ホームラン打ったでしょ。で、まあ、その辺についても、僕の、ホームページ、淡井圭介の履歴の、スポーツ界へのメッセージ、侍ジャパンの皆さんへのメッセージっていうところで、日付見てもらったら分かると思います。決勝戦のところね、まあ、文章を読んでも分かると思いますけど、日付とかで。で、まあそこでそういうような形で、ちゃんとね、打てる環境を作ってたんですけども、あの時の打球速度も165キロで12分にあれだけ飛ぶから。まあ大谷翔平のね、打球速度190キロっていうのは一つの目標だったんですよ。で、緑山高校っていう漫画がね、昔あって、アニメ化されてるんですけども、主人公の二階堂ってやつが。めちゃくちゃ速い球投げて完全に人間を超越してるボールを一人だけこう投げ込んできてるっていう設定で時速190キロで、もちろん最初その辺のチームの連中は全く打てないんですけども、それをね名門のチームがその今までのね野球の歴史のそういうピッチャーを打ち崩して点を取るっていう方法あるっていうことでバント狙いに行くんですけどバントした瞬間捉えたって一緒になるんですけどバットがバックネットまで弾け飛んでいってバッターがもうこんなちょっと嘘っていう。で表現技法が二階堂がボール投げるとき肩から先がもう光ってて見え光っててもう手の形してない、さすがに投げる方で190キロは無理やけど打球速度だったら翔平なら190キロもしかしたらいけるかもしれないって、180キロ台の後半とかは今までメジャーリーガーで結構今まで何百回もしかしたら何千回と何人も記録してるから、もしかしたら190キロを出せるかもしれないってとにかく速いライナー打ち込もうと、まあライナーって本当は意味列車なんですけども速い列車打ち込むどういう意味や本当の言葉の意味を思い出したらいやもうそこ試合中思い出しても絶対笑ったらあかんから、 ほんのちょっとしたことでやっぱりバットがね当たるタイミングがこう誤差ができるから本当にまあちょっとまあ笑い話込みにしておきましたけども、もう日本代表に選ばれた人たちがもう得点になったれ、もう各自の君たちの仕事なんだからあ、分からん、なぜ J アラートのフェイクニュースが必要だった
もう今日国会中継ありましたけども、もう国会議員の人も全員ノックアウト、もう顔ボロボロ、明らかに睡眠不足。そこまでの価値、サッカーないから本当に。だからもともと昔、もうサッカーワールドカップなんかもともとどうでもよかったの。だからアルゼンチンのそのマラドーナって選手、神の手ゴールってあれ完全にハンドやん。それ審判がもうどうでもよく見逃して優勝。更衣室でね、まあ別に服着替えてるところじゃないですよ。そこでインタビューせんかったら、観客席とかいろいろ言うてくるから、そこでインタビューしてるんですけども、ちゃんと普通のロッカー、普通の、各地更衣室、多分ちゃんと鍵付きだと思う。多分そこも危ないと思うから。テレビ局のフェイクニュースでお金持ってると勘違いされて。本当に法律強い。球団勝利、スタジアム持たせて、ストリートファイターで豪気の瞬刻殺、1年で絶対経営破綻、返済金利どうするの。そう、建設費の返済、もちろん借金付きやで。ちょ、大真面目に、本当に僕が二十歳ぐらいの頃、本当に大真面目に言ってくれた人たちいたから、それで一時期サッカー界の建設らしいスタジオも建設ラッシュ止めたから。本当に持たせとくれ、作っとかなあかんわって。自分の会社の人に怒られとけって。どこがスポンサーじゃあ君たちの会社の人間やって、君たちの会社の人間の作った借金やってねえ。公務員のたちなんか全員ボーナスなくなるじゃない、住居手当も無用手当も。それで合法なんだから、もともと出す必要ないんだから、もともと本当に出さなきゃならないんだったら、国民の普通の民間の企業で働いていた人たちも全員出し上げなきゃならないんだから。国が借金作ってるんだから、余計な建物いっぱい許可出して作らせて、で票集めしてんの、建設業界とかに仕事与えて、でそこに入ってくるテナントの連中とか最初喜んでヒットの票投票して、後からこんなところに店出すんじゃなかった、市場調査さちゃんとしとけばよかった、周り見たら競合店ばっかりだったって。競合店っていうのは、競うと合うっていう意味なんですけども、すでに合併した後過剰競争で売り上げなんかないって、出ないって、これはって合併するしかない、合併した後なの。そんなこと1990年代のバブルの頃からでもあって、銀行と証券会社なんか第二次世界大戦の前から世界大恐慌か、もしくは大恐慌でいい、どちらの言い方でも意味同じだから、学校の教科書で習ったでしょう。もう僕もこういう言い方になるから、本当はめちゃめちゃ腹立ってるから、神戸市長の久本に、本当にあいつ綺麗事抜かしてずっと公共工事に金回して、もう世の中めちゃくちゃにしよう。ほんと、オンブズマンの人たち、もうあいつおろしや、ほんとに。無理や。もうあの一族に借金背負わせさえ、三振と以内の請求かけて。で、議会の連中も全員や。反対せんかったら君たちにも責任がある。神戸市議会の人間と、兵庫県議会、知事もや。知事も止めんかったら責任がある。ラワイケースがずっとやめろって言ってた。先行して何回も言ったよ。駅の上に複合施設なんか作ったら無理だって。あの辺三宮のあたりはずっと倒産しまくってるって。他よそも同じや、どこも港川商店街とか東山商店街も同じや。もうマルシン市場
自分で歩いたら分かる。ロンドンに飛びに行ってる暇あったらもうそこは歩け、本当に。で、ちゃんと謝罪の記者会見開け。それが大人のけじめや。それで年収2000万以上。ふざけんなよ。どれだけ根性悪くなったらそんなことできんねん。淡井圭介はするなって言ってる。ずっとや。市長よりも大臣の方が上。国会で総理とか各大臣が大臣クラスでいいっていうことを大声で言って認めてる淡井圭介のこと。もうそれでいいでしょ。もう見苦しい。見苦しい生き方の人間ばっかりや。もういらんよ、こんな世の中。エネルギーの残存量問題なんか全然協力せんかった。それが久本の正体や。自分の金儲けに走った。神戸市議会も、表現議会も、知事もや。以上。あともう、サッカー界だけでしてくれ、もう。